はい、ともゆきです。では、続きからやっていきたいと思います。次は、アウターの単位。待ち取ったら、来てって言ってたやつか。お、買い物できるの増えた。ヒッピー人形。行きましょう。院長がお待ちかねです。シーフードレストラン防波堤においでなさい。院長の顔がよくわかるリーグカードを渡しておくから。やるべきことをすぐになさらないと気が済まないお方。院長を待たせることなくシーフードレストランに行きなさい。カード。そうか。過去にチャンピオンカップで準優勝の成績を収めた優れたトレーナー、リーグ委員長として、また大企業グループの総主として、ガラル地方の発展に尽くす、というんで、考えていることと会話が異なるため、時々話が噛み合わない、と言われる。彼の意図が理解できるのは、一緒だっけと言われています。テキストは秘書の方が用意したいと思います。では行きましょう。シーフードレストラン、お果てにようこそいらっしゃいました。特に、トモイック君、君の勝利をお祝いしましょうか。あら、あなたも招かれたの。二人は知り合いかね。いいね。さあさあ、お気になってくださいよ。洒落てるな。バブタウンは水産の町。やはり食べるなら現地で取れたもんだね。すべてのメニューがデリシャスです。ところでマグノリア博士はお元気になされていますか。博士にはお世話になりましたよ。願い星の秘めたパワーで国門を巨大化させるダイマックスバンドを作れたのも彼女の研究のおかげです。はあ、ダイマックスについてはまだ不明なことが多く、上回ると申していました。私が旅立った時も、パワースポット探しマシンまで持たせたぐらいですから。パワースポット探しマシン。それのおかげで、パワースポット、ガラル粒子が発生し、ダイマックスを使える場所も判明したのですよ。だが、マグノリア博士が不安を覚えるのは良くないね。私に何かできること。ソニア君、ナックルシティにある宝物庫に足を運ぶといいよ。私は歴史の中にダイマックスの秘密を紐解く鍵があると考えています。わかりました。見学の手配をしておきます。ですが委員長、そろそろお時間です。え？時
トモヒ君の話を聞いてないのに。ふう、名残惜しいが、仕方がないね。やるべきことはすぐにやらないと。それでは皆さん、ごきげんよう。早っ。はあ、親切のつもりなのかな。確かに伝説を調べるには、宝物庫は持ってこいだけどさ。水バッジをもらったんだよね。ルリナに勝つなんて、大したものだよ。ご褒美の技マシンあげる。仇討ち。倒れた味方の仇を討つ。前のターンに味方が倒されていると威力が合う。ルリナは親友なんだ。ちょっと会っておくかな。じゃあね、ユミチャレンジャー。お前は今、草バッジと水バッジを持っている。次の相手はエンジンシティ、炎のジムリーダー、カブさん。カブさんについていいことを教えてやるぞ。なんとカブさん、第二鉱山で特訓しているらしいぜ。エンジンシティに戻ってもカブさんがいないからな。ジムチャレンジに向けて第二鉱山で特訓するぞ。次は第二鉱山か。左に行こう。あなたですか。レベルの低い勝負をすると、ポケモンたちがかわいそうだよね。弱い人間の相手をする気分ではないんですよ。ですが、同時に弱い人間は潰してあげるのも優しさですね。弱くないと思い込んでいるなら、僕に勝負を挑みますか。挑む。順番があれだけど、いけるかな。一撃だろ。お、残った。やるじゃねえか。アタック。やられた。波動。オッケー。
ペアでいいかな。よし。ここにいた。ここにいたってノーマルかな。これで終わりだ。いった。あなたがまあまあ頑張るから勝たせてあげようかなと思いまして。これは失礼。ことを訂正します。弱いではなく、ちょっと弱いでしたね。ですから、ジムチャレンジを勝ち上がることはないでしょうから。急にこれをあげますけどね。リーフカード。さて、次はどこで願い星を集めましょうかね。やべえ。結構やばい。一回回復するか。地面鋼か。悪くないかもしれない。
作業員。だいたい夜明けだ。ボール。よりや洞窟の暗いところでポケモンが捕まえやすくなる。ちょっと変わったボール。あ、なんかいるぞあそこに。ヘイガニ来た。なんかあればさっきの行けば。これは水効くでしょう。どうか。OK。粘りの鍵爪。持たせると締め付ける巻きつくなどダメージを与え続ける技のターン数が増える。いい。マッキョは。またお前たちか。ちょっといいかな君。ジムチャレンジに参加してるよな。いやーすごいですね。ぜひお手合わせしてくださいよ。よう、ともゆき。ファンに囲まれてるのか。まるで兄貴みたいだぞ。ちょっとちょっと、お話中に何なんですか。俺はホップ、未来のチャンピオンだぞ。ナイスジョークです。笑えない以外は面白いですね。そうか？じゃあ勝負だ。それなんなら笑顔になるぞ。一緒に戦うぞ。いいよな。はい。チャンピオンに推薦された俺たちの強さ、教えるぞ。仕方ないな。ジムチャレンジの厳しさを教えてあげるかな。なんか面倒なのが来たな。それちょっと片付けたかったわ。
対に。の波動。ハーカー強連携だ。OK。負けた。俺たちもエールをもらえる。本を使えたら勝てるチャンスがあった。チャンピオンが兄貴。ダメ兄貴じゃないのが分かったぜ。エール団、負けたらさっさと消える。さすがトムユキ、それでこそ俺のライバル。それにしても、カブさん、どこにいるんだ？よし、奥を探すぞ。強そうなやつがいる。ボール。OK。
光合成を覚えた。自分の HP を回復する。天気によって回復の量を変化する。これらに水岩か。星をかけられる。柔らかいっすな。触るとサラサラするな。持たせると地面タイプの技の威力が上がる。潜り。ワーク。水が弱点だろ。オッケー。リワークいいのかな、ここにエリア。砂地獄。地面か。さっき腕分かりづらい。エルダン、トレーニングにお付き合いありがとう。だが、働くトロッコの邪魔は許されないことです。邪魔なんてとんでもない。トロッコンへのエールです。でも、ポケモン勝負でボロボロにやられちゃったから、エルダンは消えるのです。応援はいいけれど、邪魔はいけないからね。こう。カブさん、かっこいいぞ。さすが炎のジムリーダー。君たちは、ガンデが自然したホップに止めるべきだね。そう、君たち、ジムチャレンジャーと最高の勝負をするため、ギリギリまで鍛えているんだよ。このタイプのポケモンで戦う僕にとって、水タイプがいる第二コーナーは終焉にぴったりだ。とはいえ、夜も遅い。第二コーナー抜けて、まっすぐ進めば、エンジンシティ。ホテルに戻り、ゆっくり休んで、コンディションを整えなさい。さあ、トロッコも帰ろう。僕は送っていこうじゃないか。明日は燃えるよ。兄貴が言ってたぞ。カブさんに勝てなくて諦めるジムチャレンジャーが多いって。よーし、俺も燃えてきたぞ。
お、ホテルに泊まりましょう。さっきのトロッコンだけど、お前、ホッケージョブって知ってる？さすがだな。この先はエンジンシティ、ホテル、ストーミーインで休むか。明日は炎のジムリーダー、カブサに挑戦だぞ。若いポケモントレーナーさん。マダム。お金いっぱい持ってそう。ワンパチ雷だったよな。いけるだろ。ちょっと君、いいからおまわりさんと手合わせしなさい。アキラが勝負仕掛けてきた。ガーディーは、ヒージャで休めばいい。智之選手だっけ？遅くまで頑張っとうね。そうだ、あんたちょいと付き合ってよ。私がジムチャレンジで勝てるか試しておきたいし。分かった。おお、やる気やな。
回回復するか。怪しいな。そしてからやろう。今一つあんだ。これか。相性が悪いな。お、飛行に弱いんだ。お。一撃。ぬるぺこ。お前こ。電気か。入れ替えるしかねえか。よし、電気が来た。クラスに来た。よし。あ、いける。あ、でもあれだな。結構怪しいよ。この組み合わせというか。ズルック、ズルックってなんだ。地面か、これ聞いたよね。ちょっとじゃん。よし。強止めた。当たれ。少し来た。OK。結構怪しかった。なんか一匹足りなかったら危なかったな。相性が。明日に備えて寝るか。じゃああんたもお休み。組み合わせ大事だなぁ、やっぱり。ミスったら終わるな、これ。おはよう、ともゆき。
あんたの友達、もうジムチャレンジに行ったよ。カブさんのリーグカードでバッチリ対策したとか言って。なんかたくさんくれたから、あんたにも分けてあげるよ。あと、これも、昨日の勝負のお礼。やけど直し。あんたなら燃える男、カブさんにも勝てるんじゃない？さっさとエンジンスタジアムでジムバッジもらってきたら？仕事やめちゃう。行こう。ポケモンを回復したのか。あれだな。火だから、私柄は使えない。これ使えないんだよ。まあ、とりあえず、かじり亀入れとくか。トムユキ、俺は炎のバッジをバッチリ受け取ったぞ。早い。さすが燃える男、炎のカブさん。俺の最強メンバーでも大変な試合になったぞ。トムユキ、お前なら燃えるカブさんにだって勝てるぞ。よし。挑戦します。そうそう、なんかユニフォーム新しくしたいってしたい。なんか変わってる。ミッションはポケモン捕獲で多くのポイントを稼ぐ。5ポイント稼ぐとクリア。倒すと1ポイント、捕まえたら2ポイント。ポケモンとの勝負には他のトレーナーも一緒。どういうこと？アタック。
やけどうざ。捕獲すればいいんだよ。回復するか。よし。2ポイント。出ないのか。まあ、外せないんで、このまま使わない感じでやりますか。やけど直し、カット位置正解だったな。アタック以外やることがある。ダボール。スーパーボール使うか。よし、あと1ポイントです。
トモシ。マジか。倒したね。倒せ。次は炎のジムリーダーカブさんだ。まあ外したいが回復してんのか。大丈夫だろ。よし、行くぜ。さっさっさっていく。ようこそ。僕が炎タイプのジムリーダーカブだ。草タイプの野郎、水タイプのルリナを退け。よくぞここまで来たもの。どのトレーナーもどのポケモンも勝つためにトレーニングしているだろう。だが戦う相手も同じように努力している。勝負の分かれ目は本番でどれだけ実力を出せるかだ。
悪役で、なんだっけ。壁よ、頭を燃やせ、動かせ、勝てる、道筋を作戦だ。ああ、他で。一匹だから、これダイマックスでしょ。ハイパーモード。巨大なくて全ても変えろ。さすが。あのフェイジも確瞬殺。相性大事だから。リーポ君、いいトレーナーだ。君たちは勝って当然だよ。おや？ここで？最終形態来た。インテレオン。狙い撃ちを覚えたい。なんだ狙い撃ち。強い。相手の技を引き受ける特性技の影響を無視して選んだ相手を攻撃できる。強くね。叩くといらないか。ジムチャレンジ、はじめの関門と呼ばれるこの壁に勝つと、僕の長年の経験を君の才能が上回った。僕もまだまだ学ばないとね。君たちは間違いなく最高のチームになる。今日は戦えてよかったよ。僕に勝った証として炎のバッジを贈ろう。よし、3つ目ゲット。30までいける。そして文化を担うのは若いトレーナーの役目だ。もっともただ守るのではなく君たちで寄れるものにするんだ。僕たち大人は支えるから。友幸、お前とインテレオンたちなら大丈夫。分かっていても試合はドキドキしたぞ。友幸さん、あなたもジムチャレンジャーとして草水炎のジムバッジを見事に集めました。記念にこちらの技マシンをもらってください。おにぎ。不気味で怪しい炎を放って相手を焼け色の状態にする。カブさんが着ているのと同じデザインのユニフォームを取る。炎セット。それだけの実力があればナックルシティより先で待つジムリーダーにも挑めるでしょう。再びワイルドエリアに降り立ち、ナックルシティへ向かうのです。
バッジを持っている俺たちならワイルドエリアの奥にいる強いというポケモンも平気だよな。ワイルドエリアに向かうぞ。行くんだね。はい、ということで、まあ、炎タイプはさすがに相性がいいんで、サクッと終わりましたね。まあ、ということで、まあ、キリがいいので、今回はこれで終わろうかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter リンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。